みなさんこんにちは、あやはねまやです。たこ焼きを前やった家にいます友達の家です。ということでね、友達の家にね、なんか面白そうなものが届いたそうなので、一番に開けたいと思います。こちらアマゾンさんの箱ですね。アマゾンの箱はね、こんなに大きいのにね、中に入ってる箱はこんなにちっちゃいの。今ので壊れてたら本当にこの動画マジやばい。じゃーん、とろとろふわふわとろ雪かき氷機。はい、これ今ね流行ってるでしょ、台湾かき氷みたいな、なんかめっちゃ味が濃くてとろとろのかき氷、あれがなんと家でできちゃうという商品でございます。開けてみましょう。よいしょ。やばいな、さっき落としたんで作る前にこんな感じ。怖い。おー、すごい、あれみたい、ポップコーン作る機械ぐらいの大きさですね、うちにあるやつ。超ちっちゃい。これでかき氷ができるそうなんですよ。ちょっと待って、あれこれでいいんだよねこんな感じです。ここに氷を入れて挟んでガリガリしたらトロトロのかき氷ができるみたいなので楽しみですね。早速やってみましょう。氷カモン、じゃーんこれはなんとね、付属のかき氷機に、何これ、何してこうなった氷なの、なんか黄色い氷が入ってます。このマンゴーのシロップ、なんかいいやつらしいんですけど、これを希釈したやつを凍らせたやつがこちらに、あ、こちらにございます。でこれを入れてスイッチを押したらいいらしいんだよ。冷え冷えの器も用意してもらったのでここに置きました。なんかこれつなげてコードで氷を挟んだらオンしたら出るのかな。まず氷をここに入れます。おはい、氷を入れてこの子を上から、はい、少しずつやってます。こうしてスイッチ、わーすごいめっちゃ早い、めっちゃ早い。スイッチ押します。スイッチ、わーすごい。これ待って、奥に、これこの器でかすぎて奥に入らないからさ、ギリギリなんだけど、もう終わりだ。入れようと思ったら2個ぐらい氷を使うらしいです。もう今ね、大人たちがもうすんごい動いてるから私のためによしで、こうして、器がね奥まで入るやつでやらないと
のはね、幅がこのぐらいなんですよ。だからコップみたいなの入れて、ほら、あ、ちょっと待って、あの場所微調整いりますね。微調整いるから、ほら、あ、ごめんなさい、ちょっとこういう感じで、まあうまく練習したらうまくできると思うんで、こういう感じでやったらいいと思います。すごいよ、だってほら、あんまりこう家で見ないタイプのさ、ガリガリのかき氷じゃなくて、すごいトロトロですもん。ふわふわ、しかもめっちゃ細かい。これでいただきたいと思います。うん、めっちゃ美味しい。ここのマンゴーのシロップめちゃくちゃ美味しいです。もうマンゴーそのものを食べているような感じだし、なんかマンゴーの独特なあのネチャネチャ感がないサラッとした濃いマンゴーの味、めっちゃ美味しい。これすっごいおすすめ。なんかね、こう濃いんですよ、すごい。だから自分のお好みの感じでこうやったらいいと思います、希釈したらね。で、この氷もすっごく細かい。普通の氷と違ってガリガリじゃないから、口にその美味しいマンゴーがスッと入ってきていい感じですね。これはこの夏おすすめのアイテムです。皆さん、こういうことにならないように気をつけて使ってみてください。さよなら。これを下に置くから良くないから、こうしてこうしたらいいみたいで、ね、もう氷なくなっちゃったけど氷なくなっちゃったけど、本当だったらこういう感じになります。やってみてね。